ハレルヤ幼なせいかた隊の美しい賛美、心から感謝いたします。またヘプシバ賛美チームにも感謝します。えー、明日からが春であります。今日も神様が、えー、良い天気を与えてくださいました。また皆さん、えー、このように出会うことができることもまた心から感謝であります。 今日私は出エジプト記34章1節から4節の御言葉を通して2番目の石版と新しい契約という題名で御言葉を語りたいと思います。この今日の本文の内容は神様がモーセに第7回目のシナイ山に登った時に与えられた御言葉です。モーセはシナイ山に何回登りましたか 皆さん救済シリーズを勉強して知っていると思いますけれどもモーセは8回8回にわたって登り降りしましたシイさ山は低い山でもありません高い岩の山なんですねその山を8回にわたって登、えー、り降りしましたそういう中で神様から10回の御言葉を受けました今日の本文は第7回目に登った時の内容であります この背景を見てみ見るとですね第6回目のシイさ山に、えー、登,り登った時その時神様から初めて10階の板を石の板をくださいましたそしてその2枚の石の板を持って断、えー、ってきたんですけれども山から降りてみたら皆さん知っているようにアロンとイスラエルの人々が金の子牛を作って空贈崇拝をしていました それでモーセは山,に山から降りてくるときにその姿を見て石の板を砕きましたね。そしてもう一度7回目山に登って神様の前に鳥なしの祈りをしました。自分の命を懸けて神様にこの、えー、イスラエルの民のために鳥なしの祈りをしました。 命の書から自分の名前を消してくださいと私の名前を消してでもこの民を許してくださいと祈りましたねまことの牧者でありまた忠中保者として働いたモーセでありました神様はそのモーセの祈りを聞いてイスラエルの人々を許してくださいましたそして今日の本文の内容が、えー、与えられたわけですね許してあげるから最初あなたに与えた石の板を 今回はあなたが切り取ってその石と同じようなものを持ってきなさいとそうすれば私がその契約をまた書いてあげると語られたわけですではなぜ2番目にモーセ自身がその石の板を作りなさいと語られたでしょうか石の板を作るのが大変で神様が面倒くさいからいやお前が作ってこい そうやって言われたわけではないわけですよね。では、この2枚目の石と、また新しい契約との関係が何なのか、今日の本文の内容を通して見てみたいと思います。まず1番目に、新しい契約は何ですか新しい契約。エレミア31章31節の御言葉を見ると、初めてですね、新しい契約という表現が出てきます。イスラエルとユダと、 私は新しい契約を結ぶと語られましたね。市さんで与えられた契約は昔の契約であり、エレミアはイエス・キリストを通してなされる新しい契約について語りました。その新しい契約の内容が何かというと、エレミア31章33節から34節の御言葉です。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。 主の蜜げ、私は、私の立法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記すと。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るからだと。主の蜜げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだと。 語っていますね。これが新しい契約の条件です。ここを見ると3つの内容が記録されています。新しい契約の3つの内容は何かというと、まず1つ目に完全な罪の赦しの約束です。昔の契約はですね。立法でした。立法罪を定めるものでした。 基準でし,たしかし新しい契約は罪を完全に許す約束です。また2番目は小さなものから低いものから高いものまで神様を知ることになるということです。神様を知れと教える必要もないんですね。この契約が完成すれば神様が選ばれた民は神様を信じ神様を父と呼び そういう働きが起こるということです。そして3番目には、御言葉を心の中に刻んでくださるということです。心の中に、私たちの心の中に、この御言葉を書き記してくださると。神様がご自身の見てで、私たちの心に書き記してくださると語っていますね。では、大きな2番目に、石板と 新しい契約の関係について見てみたいと思います。市内産で2枚の石の板を下されました。その石の板を新命記9章9節では契約の板だと語られました。契約の板だと語っていますね。私が石の板、主があなた方と結ばれた契約の板を受けるために山に登った時私は40日40夜、 山にとどまりパンも食べず水も飲まなかったとーセが語っています。新名期、9章9節にこの石の板を契約の板だと語られました。これは契約というのは何でしょうか、皆さん。皆さん、働くときにも契約書にサインしますよね。契約書をサインするときに皆さん、その各自、 契約書のコピーを受けけ取るわけですよねそのようにこの契約も同じです。なぜ2枚の石の板なのかというとそれは契約書なんですね契約書。1つは神様の側にまたもう1つはイスラエルのものであります。2枚の石の板を見るとですねある人は1から5個までのこの今しめまでが1つ目に 6から 10, 回 10, 10番目の戒めがもう一つの痛みと語ら書かれたと語る人もいるんですけれどそれは間違っています聖書を見るとですね出世地不記32章15節を見ると、えー、その出世地不時32章15節を見ると両面に記さ,れ記されていると語っていますここ32章15節を見ると モーセは向き直り、2枚の証の板を手にしている山から降りた。板は両面から書いてあったと語っています。表と裏ですね。ですから、救済誌の,の本を見ると、えーえー、インターネットでは間違った石の板を見ることはあるんですけれども、それは間違っています。長くはないわけですね。えー、契約の箱に入る、その 企画に合った正方形の板を作られたわけです。ここを見ると、えー、こちら側と反対側の文字が違いますよね。両側に表と裏に1番目から10番目の戒めが記録されているわけです。それが2枚あるんですね。1つは神様。 そして1つは民のコピーなんですね。しかし神様はあなた方が保管しなさいと2枚をくださったわけです。でもこれは昔の契約の約束ならば新しい契約にはどのようにしてくださるかというとその契約の条件を見てみると石に記録するのではなく 人の心に書き記すと語られましたね心の中に書き記して保存すると語られましたコリント第2の手紙3章3節を見るとあなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり罪によってではなく生ける神の御霊によって書かれ石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからですと語っていますね。 ここを見ると石の板また人の心と語っていますこの石の板は10回を意味していますね10回のこの板を意味していますしかし新しい契約は人の心の板に書かれると語っています私たちの心の中に神様が記してくださるわけですこれはもうすでに旧約の時から予言された御言葉です神言 7章1節から3節を見ても我が子よと私の言葉を守り私の命令をあなたのうちに蓄えよ私の命令を守って生きよ私の教えをあなたの瞳のように守れそれをあなたの指に結びあなたの心の板に書き記せと語っていますすでに旧約の時から心の板に書き記しなさいと語っていますですからこれは 新しい契約の時には人の心の中に御言葉を書き記されるということを予言している内容であります。では今日イエス・キリストを信じる私たちのその心の中に御言葉を書き記すという内容の意味は何でしょうか本当に私たちの心を開いて心臓に書か,かれるわけではないですよね。じゃあ この内容の意味は何なのかと救済シリーズ第11巻系、えー、の本を見ると、えー、正確に記録されていますそこを見ると人の心の中に神様の御言葉を書き記すということは人間の行動を、えー、強制的に 定めるのでではなくそうですよね私たちはあ、あしれ、こうしれと、強制的に子どもたちや、またえ自分の配偶者にえさせようとしますけれども、神様はそれではなく、人間の,その心を変化させ、自発的に、自発的に神様を愛し、 神様の御言葉に従順する心を、えー、起こすことであると語っています。それが御言葉を心に刻むという意味です。どういうことですか強制的にさせるのではなく、感動させて、その心を奮い立たせて、自発的に神様を愛し、自分から進んで、 御言葉を守ることができるように私たちを変化させてくださるということですそれが新しい契約の御言葉です神様の御言葉が人の心の中にあるとですねその御言葉が罪を犯すことがないように私たちを守ってくださります神様に従順することができるように導いてくださるわけですね感謝であります 皆さんいくら強制的にさせようとしてもそうなりませんよね。しかし世の終わりの時にはイエス・キリストが与えられたこの新しい契約は私たちの心を動かしてくださるということです。では旧約ではこの石の板をなぜ 2, 2回く,くださったんでしょうか。最初くださった時はモーセがそれを砕きましたね。 そして2番目に登ったときは神様が猛セに向かってあなたがその石を刻んで切り取って作って持ってきなさいとそのとき神様がご自身の御手でその戒めを記録されましたよねその理由は何でしょうか1つ目の砕かれた石の板はアダムの堕落によって私たちの心も砕かれて 神様のその最初の契約も砕かれたということを意味しています。ホセア6章7節を見るとところが彼らはアダムのように契約を破りその時私を裏切ったと語っていますね。イスラエルの人々も契約を破りました。それをアダムのようにと語っています。ですからアダムももうすでにエデンの園で堕落する時に契約が破られていたということです。契約が破られていれば どうなりますか石の板を砕くわけですね。破棄されているわけです。契約が破棄されています。アダムの心も堕落して、もう破棄された状況、砕かれた状況にあったということを意味しています。しかしそれは神様が作ってくださったことです。アダムの心は神様が最初くださいました。神様が創造された純粋な心でした。罪がない状況でした。汚染されていない。 本当に赤ちゃんのような純粋な心を持っていたわけですけれども、そしてまたそこに神様の御言葉を記録されるその過程の中で、蛇が来て、その心が壊されたわけです。堕落したわけですね。しかしその次には神様は、ーセに向かって、2番目の石の板はあなたが準備しなさいと、直接準備させました。 これはどういううい意味でしょうか救済シリーズのその内容を見るとですね私たちの心の中に神様の御言葉を書き記すためにはまず私たちが心の板を刻む悔い改めが必要だと語っています。 先ほど長老も骨を砕くような悔い改めと祈られましたけれども私たちも石の板をそうやって切り取ること刻むことはどれほど重要な大変なことでしょうかモーセが一人でその石の板を作り出すということをその過程を考えてみてください簡単なことではないわけです私たち堕落した人間一人一人が 自分自身のその板をですね神様が求めておられるその姿に悔い改めを持って作り上げられなければいけませんその本を見ると私たちの心の板を刻む悔い改めもたやすいことではありません私たちの敵は自分の罪を悔い改めることのない自分自身であると語られました 皆さんどうですか私たちがそれを感じるならば今私たちはその板を刻んでいるのと同じです神様はモーセに石の板を刻んでこいと語られました私たち自身が新しい契約の民となるためにまず先に行わなければいけないのが悔い改ためだと語られました モーセは人間の代表として石の板を刻みました。その切り取って作り上げましたね。モーセの立法。ですからモーセは人間の代表なんですけれどもそれと同時に立法の代表でもあります。ですから自分のその心の板を作り上げるということは堕落した人間が悔い入ためによって。 悔い改めによってまた立法によって私たちはその板を心の板を作り上げなければいけないわけですね。神様が求めておられるその形にかたどって作り上げなければいけません。多くの人はですね、多くのクリスチャンは旧約の立法は必要ないという人がいます。しかしそれは間違っています。立法は必ず必要です。 イエス様も語られましたよね。マタイ5章17節から18節を見ると、私が来たのは、立法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのですと語っています。また、誠にあなた方に告げます。天地が滅びるせない限り、立法の中の一点一角も決して廃れることはありません。全部が成就されますと語っています。立法はなくなりません。 イエス様も立法を成就すするたために来たわけですじゃあ、立法の役割は何ですか私たちが覚えなければいけないのは、立法を守ることによって救いを受けるわけではありません。立法を守るからといって救われる人は一人もいません。しかし、立法の役割があります。それは何かというと、まず一つ目に、立法は罪を悟らせます。 ローマ3章20節を見ると、なぜなら立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからですと語っていますね。立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められません。しかし、立法によっては、かえって罪の意識が生じるのですと語っています。堕落した人間は立法がなければ罪が何かを知ることはできません。しかし、立法によって妬むことが 罪ででであるるるとととかそういういここを悟ることはできるわけですね立法を通して自分が罪人であるということを悟らせてくださいま,すまた2番目に立法の役割は「立法は私たちをキリストに導きます」「ガラテヤ3章23節を24節を見ると立法は私たちをキリストへ導くための養育係となりました」と語っています。 立法はですね、私たちをキリストに導いてくださいます。まずは罪人として私たちを悟らせてくださり、その罪を罪人だということを悟ってからキリストに導かれます。神様は立法を通して罪のその本性を悟らせて、悔い改めさせます。悔い改めたその魂をイエス様に導いてくださり、 イエス様が私たちの心の中にその御言葉をその契約を記録してくださるわけです。それが立法の役割です。神様は、モーセが切り取って準備してきたその石の板にですね、神様は直接その御手で戒めを記録されました。私たちも同じように、 悔い改めたその心の中にイエス様が私たちに御言葉を書き記してくださるわけです。その刻まれた御言葉はですね、私たちの心を、私たちの暮らしを変化させて、自発的に神様を愛し、御言葉を守り、そして神様に従う者として、歩むことができるように私たちを変化してくださるわけです。それがイエス・キリストの見業です。 しかし、変化の原動力はどこから出るかというと、その新しい契約の,その原動力はですね、罪を許してくださることによって、感動を受け、感謝をすることによって変化がなされると語られました。新しい契約ではまず先に、 罪を許してくださいます立法を守ることによって救いを与えるのではなくまず罪を許してくださりまず先に救いをくださいますそこに人はですね感動を受けて感謝をして主を愛することになり主に従うようになっていきますそういう心を受けることになります。 そのような感動、感激を受けることによって私たちの心が準備されて神様が御言葉を記すことができるような心の痛いと変化することができるわけです。それで詩幣51編17節を見ると神への生贄には砕かれた霊砕かれた悔いた心神をあなたはそれを下げ済まれませんと語っています御言葉が入ってきて私たちの心を 砕かれますモーセが、えー、石を切り取って、えー、刻んでですね作り上げたように私たちも食い入るためをもって作り上げなければいけません例えば新約の、えー、罪人が出てきますよね罪人である女と出てきますパリサイ人のシモンの家で、えー、食事をしておられる時に いききなり罪人の女が入ってきましたそしてある香油を砕いてですね自分のその髪の毛でイエス様の足を洗いましたその場面が出てくるんですけれどもその場面を見るときに周辺にいる人はみんなおかしく考えました皆さんこれを見てくださいイエス様は30代 青年です結婚もしていませんこの周辺にいるパリサイ人たちは何と考えるでしょうかイエス様はですねその心の中を見通して語られました500デナリオンの借金がある人と50デナリオンの借金がある人どちらが愛するだろうかと 罪の許しを受けたらどちらの人がもっと感謝をするのかと語りましたね。500デナリオンは1年半の給料だと考えてください。50デナリオンは50日ほど、1ヶ月半ほどの給料だと考えています。皆さん、そうならば多くの借金を解決された人の方が感謝すると語りましたよね。 イエス様も同じでそうだと語られました。そして、ルカによる福音書7章47節を見ると、この女に向かって語られましたよね。私はこの女の多くの罪は許されていると言いますと。多分この罪人という表現はですね、売春婦を意味していると語られています。その罪がすべて許されていると語っていますね。それは彼女が余計愛したからですと。 しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しませんと、愛しませんと語っていますね。これは罪の許しに対するその愛が記録されているわけです。もし私たちがある人はですね、罪がないと考える人は神様に対して少しだけ愛するでしょう。しかし、罪が多くあるにもかかわらず、その罪を許されたと。 全て罪が許されたという人はですね、もっと多くの愛を神様に注ぐでしょう。ですから私たちの過去の罪も感謝の条件になるわけです。罪を犯したこともですね、今まで犯してきた罪全て許してくださったと、それによってもっと多くの愛を神様に注ぐことができます。もっと多くちゃんと信じることができます。また例えばですね、 ヨハネ八章を見ると、会員をしていて、その現場で捕まえられた女がいましたよね。モーセの立法によると、会員の現場で捕まえられたならば、石で打って殺さなければならないと語られていると。あなたはどう言われますかと。イエス様を試すためにこの女を連れてきたわけです。その時、イエス様はどうされましたか地上に地面にですね、指で字を書かれました。 身をかがめて初めて字を書かれたんですけれども語られたのが何かというとあなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと語られましたねそうした時に両親に責められた者一人一人がみんな出ていて誰も残らなかったと語っていますねその時またイエス様は身をかがめて文字を書かれました イエス様が書かれたその、えー、行動がですね、おかしいんですね、不思議なんです。市内さんで神様が2回、えー、字を書かれたように、同じようにイエス様がまた身を、えー、かがめてですね、地面に字を書かれたわけです。その時イエス様は女に言われましたよね、夫人よと、あなたのあの人たちは今どこにいるのかと語られましたね。その時イエス様は彼女に言われました。 誰もいませんと言った時にイエス様は私もあなたを罪に定めないと行きなさいと語られましたねこの出来事を見ても新しい契約ではまず先にイエス様が罪を許し救いを与えた次にですね立法を守りなさいと罪を犯してはならないと語られたわけです順序が違うんですね 旧約では立法を守れば救いを受けると言われたわけですけれども新しい契約ではあなたはもう許されているだから契約を立法を守りなさいと語られているわけですもうすでに救いを受けている罪を許しを受けているとだから御言葉を守りながら神様,を神,神様の前に感謝し愛していきなさいと努力しなさいと語られているわけですヨハネ14章15節を見ると あなたが私を愛するならば、私の戒しめを守るはずであると語っていますね。もしもあなた方が私を愛するならば、私の戒しめを守るはずだと。私たちはもうすでに罪を許されています。もう借金がないわけです。ですから私たちはその神様、イエス・キリストを愛して、そしてその戒しめを守らなければいけないと語っているわけですね。 従順する原動力であります。多く愛する人は多く従順し、少し愛する者は少し従順するわけです。愛する皆さん、私たちはもうすべて神様の恵みによって無料でですね罪の許しを受けた、神様の愛を受けた新しい契約の民であるということを信じてください。ならば、これからは申し上が 一生懸命、その石の板を切り取って作っていたようにですね、私たちも自分の心を刻み、自分の心を切り取って、悔いやるためながら神様に求めておられる形へと作り上げられていかなければいけません。変化させていかなければいけません。そうすることによって、神様が私たちの心の中に父なる神様の御言葉を記録してくださり、私たちを神の手紙として、私たちを全世界に送り、 神様の栄光を表す、また神様の愛を表す、ものとして私たちを用いてくださるということを信じてください。そういうことを信じる皆さんとのことを、主の皆を持って祝福いたします。祈ります。愛する血なる神様、感謝します。今日も美しい、また主の火を与えてくださり、私たちの足をこの神様の見へと導いてくださって、新しい契約の民として私たち、 礼拝を捧げることはできるよう導かれ感謝いたします。今日も与えられた御言葉のように、私たちの心の板を食い改めることによって準備し、主の前に出ていくときに、私たちの心の中に御言葉を刻んでくださり、私たちを感動させてくださり、自発的に御言葉を守り、従順して歩んでいく信徒となることはできるよう祝福してください。私たちは堕落した人間として、 とてもも弱いものでありますしかし精霊による満たしを私たちに与えてくださり私たちを変化させてくださり主の前に従順することができる力を与えてくださいまた主をもっと愛することができるような恵みを私たちにも与えてください愛する者は今しめを守ると語られました私たちの心の中にあるその愛が 私たちの暮らしの中に私たちの言葉と行動に表されることはできるように導いてください私たちを見るたびに多くの人がイエス・キリストを見てイエス・キリストに出会う御業がなされるようしくしてくださいすべてを祈った通りなされることを信じてイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン。